代表作の一つ、デンマーク産業連盟ビルスベン・イーレク村は、デンマークの建築家。代表作は、デンマークの文化大法に選出されている、アーネ・ヤコブセンとの共同作業で設計したオフス市庁舎、コッペンハーゲンの市庁舎前広場の、デンマーク産業連盟ビル。医師の一家に生まれ、1928年をアドロップの、ギムナジウムを卒業し、コッペンハーゲンの デンマーク王立芸術アカデミー建築学部に入学、1935年卒業。1930年代以末にはアーネ・ヤコブセンの設計事務所に勤務し、1940年にはエガスベア賞を受賞。1952年から1954年までデンマーク建築家連合の会長を務めた。1975年、トレー賞を受賞している。 クルターコノニン、文化賞、ピアニッシモ、23から24、2016年1月14日、閲覧、世界の美しい階段スナレッジ、2015年、39ページ、ISBN 978から4から767820422。ありがとうございます。